どうも、バリスタ岡崎です。皆さん、先週のね、ご報告動画から早くも1週間が経ちました。いやーね、まあ、衝撃的なね、展開でございましたね。はい。まあ、この1週間ですね、本当に多くの方からですね、まあ、動画の方にもコメントいただいたりとか、あとは実際にですね、早速、店舗の方にもね、来ていただいて、まあ、いろいろね、お声をかけていただいて、本当にね、なんかこう、皆様前向きに、捉えていただいて、ありがたく、思ってます。はい。本当にありがとうございます。まあ、僕がね、バリスタを辞めるっていうね、まあ、そういうことなんですけれど、まあ、もしまだ見てないって方はね、この1個前の動画ね、ぜひ見ていただけると、まあまあね、ああ、そうなんだ、辞めちゃうんだなっていうね、そういう内容になってますので、ぜひね、見てやってください。でも今後のね、まあ動画のスタイルも、まあ Vlog 的なね、まあスタイルが増えていくよみたいな、話をしたんですけれども、早速ね、通常運転に戻ります。通常運転。ということはですね、今回はレビュー動画です。なんと、ハリオさんですね。ハリオさんですね。僕もね、動画でね、もう何本もご紹介をね、させていただいているハリオさんですね。そのハリオさんからですね、案件来ておりまして、今回は案件動画となっておりますんで、ぜひ、最後までお付き合いいただければと思いますんで、よろしくお願いします。いや、どうしたと。ついにね、バリスタ岡崎、お前ハリオから案件が来るようになったのかと。これ偉いじゃないかと。これすごいことなんじゃないんですか。もう拍手をね、送りたい。そういうふうに思っていらっしゃる方。これね、案件というにはね、ちょっと変化球なんです。案件といえばそうだし、そうじゃないみたいなね。まあ、ちょっとどういうことか、ことの経緯を説明するんですけれども、先にね、皆さんね、覚えてますでしょうか？ゼブランという存在を。はい、こんな感じです。ゼブラン。はい、これね、これはですね、ハリオのアウトドアブランドです。で、アウトドアでコーヒーを楽しめれるような、そういうね、コーヒーグッズっていうのを、開発ね、販売されているブランドなんですけれども、ゼブランといえば、この V60 フラットドリッパーですね。これシリコン素材で、もうぺったんこにね、折りたたむことのできる、フラットドリッパーなんですけど、先日ですね、ハリオのね、ゼブランさんからですね、メールが届きまして、ある一通のメールですね、内容としてはですね、まあ、要約するとですよ、ざっくり要約すると、おい、岡崎、お前動画見たぞ。動画の中で何やいろいろ言うてたな。まあ、わかる。いろいろあるわ。この度、私どもゼブランは改良版を出したわ。っていうことで、お前使えよ。やるから。っていう内容だったんですよ。そういうね。まあ、ざっくり。こんな感じじゃなかったけどね。こんな、もうちょっと丁寧でしたね。はい。で、僕もですね、くれるやんやったら、いただきましょう。ということで、よろしくお願いします。っていうことだったんですね。ということで、今回はですね、このゼブランのフラットドリッパーの改良版ができたということで、まあ、どこがどういう風に変わったんやということを、紹介していきたいと思います。これが、本体だ。はい。これね、早速違いますね。はい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 。もうね、パッケージから違いますよ。これ僕箱出しといてよかったな。全然箱のデザインが違いますね。普通に四角い箱に変更ということですね。じゃあ、開けようか。うん、開けましょう。はい。はい。こうですね。で、これを、いきますよ。出します。せーの。パカーンと、おーおーおー。ザッシュ。こんな感じですね。まあパッと見た感じね、変わらないですね。うん、特に変化があるようには、ちょっとね、見受けられないですね。ね、特には、見た目的にはそんなに変わってるようには、これ見えないです。あ、いや、一箇所変更点見つけましたね。はい、これ見てください。ここに、謎の突起がここに出現してますね。こっち古い方です。こっちが新型ですね。これがね、どう効いてくるかですね。これ21歳のでも顔にはちょっと見えんな。ちょっと毛の艶かもなんか毛の艶はいいな、なんか今回のこの V60 フラットドリッパーは安定性をさらに向上してリニューアルを行うことができましたと書いてましたね。以下のような抽出動作の中でもドリッパーとホルダーが外れることがないよう改良しております。粉を鳴らす際の横の動作ですね。そう、こういうね、横の動作です。コーヒーカスを捨てる際の逆さまにする動作。はい、もうこれね、完全にアウトでしたから違いはないと思われますね。うん、あららら、これね、これちょっと危険ですよ。こうなっちゃうんで扱い、これ難しいな。もう言い方よね。はい、こうひっくり返したね、もうドリッパーごとポーンってどっか行っちゃうんで、それがまあ改善されたということですね。お客様からの声を反映して早くもリニューアルした形でございますということですね。で、今回は V60 フラットドリッパー02プラスという
名前に変更になったそうですね。これ02プラスって名前を出してるってことはわかんないですよ。これ僕ゼブランさんから聞いた話じゃないの。僕がね今想像で言ってるんですけど、01が出るってことですか。どういうことかな、わかんないですけど、はい、わざわざまたこれ02って入れてんだから01出るんじゃない。しかもね、価格がですね1870円ということで、これ270円ぐらいアップしてますね、価格がね。追加要素を加えたということで、価格が上がったっていうのはあるかもしれないんですけど、でもこれってもしかしたら01サイズを発売するための価格のね幅の持たせ方なのかなとか、ちょっとねこれ僕の今妄想ですよ、妄想で言ってるんですよ。ゼブランさんからそういう話は来てないですからね、ないんで全く、はい。だけど、なんとなくそれを予想しちゃいますね。01サイズが欲しいんです、僕は個人的にね。02でもいいんだけど、01がねこれあるとすごくいいなって思うので、今回のプラスの要素ね、これ写真出てますけれども、これだけこうドリッパーの外側についているこの突起物、これが追加されたということで、これによってね逆さまにする動作とか横揺れの時のその安定性っていうのが向上したということみたいですね。4の5の言う前にね、とりあえずやっぱ入れてコーヒー一杯のコーヒーを入れることで見えてくることがあると思いますんで、実際にコーヒーを入れていきたいと。はい、それではですね、ちょっと近くでね見ていきましょう。でこのねホルダーに関してはもうどこも変わりがないということですね。本当に前と同じです。こちらがね、前のホルダーなんですけど、もう全く同じですね。形に違いはありません。はい、全く同じものを、使用しているという感じですね。で、本体のドリッパーですね、こういう感じ、こういう感じね。はい、ここですね、ここの突起物がプラスになったと。でそれ以外はねもう同じ、全く同じです。ここのね、ごめんなさい、これ多分関係ないと思うけど謎の数字が振ってますね。これ2ってね、これ古い方ですね、2。こっちね6ってね書いてますね。これは一体何の数字なんでしょうか。これはあれですね、多分ハリオさんのねこの闇の部分だと思いますね、この数字はね。はい、これはもう多分触れてはいけないですね。はい、まあまあまあ知らんけど、知らんけど。で、内側のリブですね。このリブの構造ももう同じだね。はい。まあまあまあ、V60 なんでね。ここはね、まあ変えないでしょうというところですね。はい。で、これね、ここ。で、ここまで入れるんですね。これはね、同じですね。で、こう、グリッと。回してあげるという、こういう感じ。はい。お、で、これが生きてくるのか。これね。あー、なるほど。なるほど、なるほど。こういうこと？これね。あ、これは安定性あるわ。これ。うわー、これ。皆さん、いやね。まあまあ、ちょっとごめんなさい。僕、正直に言っちゃっていいですか？ね、そりゃね、これを1個加えたぐらいでね、変わるんですかと思いましたよ。僕もね、僕もって、みんなも思った手になってるけど、いや、思ってない人もね、いるかもしんないです。僕思いました。これ入れただけで変わんのと。で、価格もね、まあ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 、もう言いますよ。それはもう僕がね、僕が人柱になりますよ。皆さんの声をもう言いましょう。いやいやと。この突起に220円はちょっと高いわと、思った方ね、いらっしゃると思うんですよ。マジかと。もうこれだけの変更で220円上がるのはな、みたいな、思った方いらっしゃるでしょ？いますよね。ね。正直にね、言ってください、そこは。いやもう安定感半端ないわ。全然違う、これは。ほら。これを、これ。ペーパーをね、こう捨てる時の動作ね。はい。真っ逆さまにしても大丈夫です。はい。僕も結構振ってるよ。これ大丈夫ですよ。落ちる気配ない。はい。そして、旧型ね。ああ、もうダメ。もうダメなんだって。これはね。はい。突起がこっちじゃないですか。これに対して、もうこっちは全然ダメなんですよ。もう、ちょっと傾けただけで、こうなっちゃうんで。はい。だから、こっち側には強いね、みたいなね。はい。そういう感じなんです。だけど、今回のこの V60 は、はい。どっちでも関係ありません。この突起のない方でもね、こっちないですから。はい。もう関係ない。もう安定性半端ないもん。普通のドリッパーみたいに持ち、こう、なんていうの、取り扱える。そう。で、あとね、僕地味にストレスだったのが、これをつけた状態で、ね、こう置くじゃないですか。置くと、ホルダーが取れて、これも倒れるんですよ。こういう感じで。それがない。これ。ほら。ちょっと分かりにくいか。これね。はい。ああ、まあまあ、倒れはするけどね。普通に置けば。もう一回。ね。これ。ホルダーが取れない。ホルダー取れないから、ドリッパー本体も倒れない。これ旧型ね。もう一回。はい。もうこれホルダー取れてますから。ね。ドリッパー取ったらね、ホルダー残るっていう。これ。
あー、これな。なるほどな。この突起を持って、フラットドリッパーは完成しましたね。はい。っていう感じ。実際にこれ組み立てると全然感動違うわ。これはだって、もう一回も外れてないもんね。どれぐらいで取れちゃうんだろう、逆に。あ、もう本当に、プンってやったら、ズボって取れてはいきますね。はい。というね、侮ることなかれ。これね。まあ、コーヒー入れていきましょう。つけました。このね、やっぱもう取り扱いが全然違う。なんかね、ドリッパーへの気遣いっていうのがいらなくなった。本当に。明確に。なんかマシになったとかいうそういうレベルじゃないです。もういらなくなりました。前の朝だと本当こう気使ってたのよ。扱うのも。こういうこともできないのよ。こういうね。で、こういうのにポンと。はい。まあ今回はね、レシピ解説じゃないので、もうサクッと入れていきますね。まあ、一応リンスをします。でね、フラットドリッパーを使う際はですね、僕はリンスした方がいいんじゃないのかなと思います。で、なんでかっていうと、フラットドリッパーって、これまあ素材上仕方ないんですけど、やっぱね、どうしてもこういうホコリみたいなのがね、ついちゃうんですよ。で、特にアウトドアをね、想定して作られてる道具っていうのもあるんですけど、やっぱね、これを常にない状態にっていうのは、やっぱ現実的じゃないと思います。普通に使うのにあたってね。そう。だからもう僕もね、これ動画用でね、綺麗にするとかもやめたんですよ。今回もね。だってみんなそんな綺麗じゃないでしょ。使うときね、実際。このリンスすることで、もうペーパーがどうっていうよりは、ここについてる、そのホコリですね。このシリコンでどうしてもついちゃうホコリとか、こういう汚れをもう、ね、洗い流すみたいな、そういう目的でやった方がいいんじゃないかなと思いますんで、リンスは、おすすめしますね。これね、今粉を入れました。ここは問題ですね。今までのね、この粉を鳴らす作業ね。これがどこまで安定しているかですね。ちょっとやってみます。あー、なるほど。はい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 。あー、もうね、これ絶対いるわ。これ絶対いる。もう最初っからつけとってって言っちゃいたいレベル。もう言ったわ。言ったけど。絶対いる。これは。これ絶対いるわ。もう安定感半端ない。あ、もう全然違う。うわ、これね。じゃあ、入れていきますね。ちょっともう今回ね、緩めに入れていきます。で、基本、こちらはですね、V60 のベースレシピで入れております。ふぅー！さあ、この、あ、スピンも、めっちゃしやすいよ。スピンしやすい。うわぁ。しやすいわ。これはしやすい。ということで、まあ、ほぼ2分半ですね。はい、これで、完成ですね。いやさ、取り回しがマジでいい。本当に。動作の一つ一つに、変な気の使いをしなくていい。これはね、いいわ。はい、それではですね、まあこちらね、今回入れたコーヒーですね。まあコーヒーの方はね、まあまあ、とりあえずはいいとして、はい、こんな感じですね。でだ、こちらですね、問題の粉捨てね、こちらを、粉を捨てないといけないんですけど、本当に取れないのかと。もうさっきはね、殻でやった時は、ドリッパーはね、取れませんでしたけど、豆が入った状態で、まあある程度これ重さありますから、で、これ貼り付いてるんでね、捨てる時に実際どうなのかっていうところですね。それでは、行きたいと思います。こちらね。さあ、お、取れたわ。そしてこちら、取れてないですね。取れてないよ。捨てました。いいんじゃないですか、これ。いいっすよね。え？だってこうやって思ってるんですよ。普通なんだけど、ドリッパーならね。あ、まあ、ちょっととりあえず飲もう。うん、コーヒー飲みながら話しましょう。はい。じゃあそれでは、フラットドリッパーでね、こちら、V60 フラットドリッパーで入れたペルチュンキですね。いただきます。チュース。いただきます。うんま。うまいな。いや、マジで今回のペルーはやばいよ、これ。本当に皆さんまだ飲んでない人は買って。本当にもう今すぐ買って。もう土曜日でしょ？もうこの後買いに行ってください。本当に。うまいよ、マジで。こちらについてね、少しだけ語っていきましょうよ。いやね、これはマジでいい。この突起ね。この突起一つだけでこんなに感動させれるとは思ってませんでしたね。まあ、ゼブランさんからね、お話いただいた時にですね、もうこちら送りますよと、いただいた時にですね、あ、うん、まあ、あ、じゃあいただけるなら、みたいな、そんな感じだったんですよ。正直ね。だけど、実際ね、これね、送っていただいて本当にありがとうございます。上から目線みたいになったら本当申し訳ないんですけど、まあ、ストレートに言うと、だいぶこのフラットドリッパーへの評価は変わります。本当に。もう本当に。
まあね、これ別に使ってましたよ。使ってましたけど、心のどこかにこうモヤモヤを残したまま、まあ使ったりしてたわけですよ。そういうコンセプトの商品もあるなぐらいの感覚で、これ使わなくなる人いるだろうなともやっぱ思ってました。やっぱね、使いにくすぎる。でも今回ですよ、これゼブランさん本当に結果としてこういう改良版が出たっていうことはね、これほんと喜ばしいです。はい。で、だってね、これほんと僕普通にこれ取り扱ってるじゃないですか。こうやって持ってね、こうやってなんかいろいろやってるじゃないですか。こんなんできないですから、安定性が増すってだけでだいぶストレスがない。このストレスがなくなるっていうのを感じるとね、220円の価格差っていうのは僕は許容できますね。僕は OK。全然。この突起物だけに220円払うのって思うかもしれないけど、やっとこれで折りたためるそのコンパクト性とドリッパーとして使う時の安定性っていうのがある意味矛盾した2つがこうちゃんと同居したっていうね、これはね220円僕は払えるかなって思いますね。はい。はい、ということで今回はですね、こちらですね、ハリオ V60 のフラットドリッパー02プラスですね、改良版が出たということでご提供いただきまして紹介させていただきました。まとめになるんですけど、この突起物一つでね何が変わるんと思ってましたけど、もう全てが変わりました。こうですから、こうですから、もう何にもね、こんなことできませんでしたから、前のやつはね、こちら、まあ、これが前のやつですけどね、もうほらこんなんなんだから、横ほらもうこれこれこれで、もうこうこうですから、はい、なるのでね、これは素晴らしい本当に素晴らしい商品だと思います。これから、このゼブランのフラットドリッパーを、買われるっていう方は、まあもうねプラスの方に切り替わっていくと思うんで、ぜひ買ってみてください。本当にストレスが全くない、プラの V60 と同じように使えるので、これはねマジでおすすめです。で、今回はそのハリオの、ね、ゼブランさんからこちらねお話をいただいたんですけれども、本当にありがとうございます。で、まあ、今回ねこちら紹介させてもらったんですけど、まあまあ僕褒めているんですけれども、これはね案件というかね、お話をいただいたから忖度してね、褒めているわけではありません。はい。むしろですね、お話しいただいたそのね、ゼブラの担当者さんからですね、いつも通りの、岡崎さんの、キレッキレの、やつでお願いしますというふうにお話をいただきましたんでね、はい、見られてんだって思いまして、このね、バリスタ岡崎のコーヒーチャンネルですね、どうやらハリオのね一部の方からもですね見られていると、いうことが今回ね、まあ、明らかになりましてね、はい、いやまあ別にね全然そんな見られて困るようなことは僕してないですからね、はい、そうですそうです、ということで、今回はですねこんな感じで終えたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。こちらのチャンネルはですねこんな感じで、今回はですね本当このね、お話をいただいたっていうこう形にはなってね、僕もちょっとびっくりしてるんですけれども、こういう風に、コンパクトに折りたためる、まあ、コーヒー器具の情報だったりとか、まあ、そういったことをね紹介していきながら、シンプルでコスパよく、美味しいコーヒーを楽しむことができる、そういう情報を発信しているチャンネルでございます。今回の動画が良かったという方はぜひ高評価よろしくお願いします。そしてこれからも気になるよという方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございます。お疲れ様でした。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty. All it has is a guitar and a snare drum.